銀座クロッシングトークは一人一人の安心と夢を支えるソニーフィナンシャルグループの提供でお送りします。金融アナリスト小川真紀が時代を切り開くリーダーを迎え、多彩な視点で議論を深める銀座クロッシングトーク。今回のゲストは禅宗の僧侶であり、二刀流ならぬ四刀流で活躍するこちらの方。こんにちは。こんにちは、増野でございます。はじめまして。はじめまして。本日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。曹洞宗建光寺住職で庭園デザイナーの増野俊明さん。横浜市にある建光寺に生まれ、第18世住職を務める増野さんは、海外でも人気の禅の庭を設計プロデュースする庭園デザイナーとしても活躍。また多摩美術大学で環境デザイン学の教鞭を取りながら、さらに禅の教えをもとにした著書を60冊以上も出版。悩みや不安を抱える人々に向けて、シンプルに分かりやすい言葉で心地よく生きるためのヒントを授け、多くのベストセラーを生んでいます。混迷が増す現代、本来の自分を取り戻すため求められる禅の知恵とは。クロッシングトーク。はい、ではよろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。曹洞宗はその禅宗の一つということですけれども、はい、どういった教えで、そのどういった特徴があるのかということについて教えていただけますか。はい、曹洞宗はただひたすら座る、止観多座って言うんですね。はい、ひたすら座る、ひたすら座ると。大本山永平寺総持寺で、ね、はい、修行されるということですけれども、禅の修行というのは行住座かって言いましてね、 行は行くですね、はい、住は住むですね、はい、座は座禅の座で、まだれのない方の人人書いて土ですね。あ、はい、で我は寝るです、我流なんかの我、はい、四六時中生活そのものすべてが修行だっていうのが基本的、禅の基本的な考え方なんです。ですから寝る時も作法が決まってる、まあ、例えば洗面、食事、歩くこと、全部作法が決まってるんですよ。はい、寝る時の例えば作法とかっていうのはこう順番とかですか。寝起きする場所も僧堂と言いまして、はい、一人一畳なんですよ。ですからもうそこで食事も座禅も寝るもするわけですから、一畳隣にはもう他の人がこう寝てるわけですから、他にやっぱり迷惑をかけないようにっていう、まあ、すごくそういう意識を使いますね。増野さんがその禅の教えを説いているその書籍というのがですね、60冊超えるっていうことで、ものすごい冊数だなと思ってですね驚いたんですけれども、執筆を始められたいきさつっていうのはどういったところだったんでしょう。はい、たまたま私NHK の、はい、ようこそ先輩っていう番組が昔ありまして、ようこそ先輩、はい、で小学校母校へ行って、で小学校6年生を、まあ、2日間にわたって教えるという授業がありました。はい、某出版社からその番組をご覧になって、あのまんまでいいですから本にしたいと言ってこられたんです。それが第一作目です。なるほど。でその本は今実は40カ国以上に出ておりまして、日本だけでも40万部以上になってますね。そのタイトル、はい、禅シンプル生活のすすめ、シンプル生活のすすめ、はい、で一般の方にも非常に分かりやすく書いていただいて、そうです、はい、私がちょっと志しましたのは、はい、やっぱり禅というと非常にこう分かりにくいと、はい、例えば禅問答なんかは何を言ってるのか分からないようなことを禅問答というくらいですから、うん、はい、その禅そのものは先ほど申し上げましたように生活そのものが禅なんですよね。ですからそれを皆さんが生活に取り入れていただくと、やっぱり心穏やかに暮らせるとか、それからやっぱりストレスが軽減されるとか、たくさんいいことがあるんです。ですからそれを皆さん方に、まあ、分かりやすく紹介させていただくことによって、少し社会にその禅の理解も進むであろうし、また生活も皆様それを取り入れていただくことによって楽になっていただけるんじゃないかっていう、そういう気持ちがあって、とにかく分かりやすくっていうのが、まあ、
私の一番初め考えたことです。先ほどその生活そのものが禅ですっていうふうにおっしゃってましたけれども、はい、僧侶の方々はこう厳しい修行を経てそこにの境地に至るというか、それが理解できるということなんだと思うんですけど、私たちはその本を読ませていただくことでそれを少しこう理解することができるものなんでしょうか。はい、もちろんですね、まあ、禅は体で、まあ、体得していくっていうんですね、はい、体で一つ一つ、ちょっとお話逸れちゃいますけれども、なぜその厳しい修行かっていうと、はい、食べられること、寝られること、歩けること、その普段当たり前だと思ってることを徹底的にこう制限されると、食べられることがありがたい、寝られることがありがたい、足が伸ばせることがありがたいっていう、そのありがたいっていうことを体で感じるんですよ。そうするともう無条件で ありがたいとこう思えると、私たちはもうそれ経験してきましたから、それを一つの知識とか、はい、人を経た経験として取り入れることによって自分のものにすることができるっていうこと、ということだと思います。なるほど。この執筆を続けられてこうもう20年ぐらい続けてらっしゃるということですけど、はい、その間に、はい、そのこう一般の方々からいろいろこう悩み相談とかあったかと思いますけれども、はい、その人々の悩みって何かこうこの20年で変わってきたような感じございますか？やっぱり相当変わってますね。変わりましたか？変わってると思います、はい、やはりこれは情報化の、まあ、進展とともに皆様方の悩みが変わってきてるんですね、はい、常に誰かとつながってるとかいう、はい、SNS とかもそうですけど、はい、そういう状況だとこれを打ったらこの人に何て思われるかなとか、そうそう、そういうのってやっぱりすごい気になりますね。あとすぐ返信しないとなんかこう、ね、遅いって思われるかしらとか、はいはい、反応が遅いと例えば逆にこう無視してるんではないかとか、はい、適当にこう扱われてしまってるんじゃないかというようなこう、うん、自分でもそういう思いが働いちゃうわけですよね、はい、ですから逆に早くしなければとか、これはすぐ回答を出さなければとかっていうその一種のこう、まあ、ストレスをこう自分でこう作っちゃうわけですね。そうですね、大手広告代理店のですね生活者の意識調査というのがございまして、はい、ストレスを感じる理由の1位が職場とか学校での人間関係、2位が家庭での人間関係結局いつも人間関係という感じなんですけれども、人間関係に悩まず振り回されないためにはどうすればいいか、増野さんの著書放っておく力よりそのヒントを探ります。放っておく力は生きるためのスキルということですけれども、はい、もともと放っておくっていう言葉は負の意識が強かったんですけれども、はい、現代社会の生活をこう見つめてみますと、はい、とにかく情報は波のごとく寄せてきて全部に関わってたらもうとてもとてもその丁寧に対応していたら私たちって生活他のことできなくなっちゃうぐらい情報が来ますよね。そうですよね。そうするとじゃあその中でどうやって心を穏やかに暮らしていったらいいかというと必要な情報だけを取ってそうでないものはあまり見ないと、うん、関わらないと、はい、で例えば調べ物をしようと思ってこうパソコンでこうやるといろいろなものがこう脇にこう出てきますよね、うん、それをやっぱりあ何だろうとか興味を持って見てしまいがちなんですが、はい、やっぱり必要なのはここに情報があるからこっちはもう見ないでこっちだけにこうするとそういうふうに関わらないっていうのが放っとく力なんですね。ですから現代人はやっぱりそういう意味で放っとく力をつけるということが仕事もやっぱり前向きにできる、生活も前向きにできる、それからプライベート面でもやっぱり前向きに生きられるということだと思います。情報過多の状態から少し自分をこう守るというか、はい、あまりあちこちに目をやらないという、そういうことですね。集中するというですね、はい、ありがとうございます。 CM の後も人生をより楽しく快適にするための放っておく力と増野さんとクロッシングトーク。ソニーグループで金融事業を担うソニーフィナンシャルグループは金融のプロフェッショナルとして培ってきた人に寄り添う力とテクノロジーの力を掛け合わせて一人一人の安心と夢を支えていきます。心豊かに暮らせる社会を目指して
ソニーフィナンシャルグループ。横浜市にある曹洞宗建光寺住職で禅の教えをもとにした放っておく力など60冊を超える著書がロングセラーとなっているこの方、増野俊明さんとお送りしている銀座クロッシングトーク。人間関係に振り回されないためのアドバイス。続いてのヒントは、返事の前に一呼吸置く。これは分かります。私会社のメールで気をつけるようにしてます。あ、そうですか。メールと言葉のとこう違いがあるんですよね。例えば言葉ですと、なんかこうちょっとゴーンと自分の気に障るようなことをな言葉を受けてしまったと、いうとすぐ反応しようしてしまうと、やっぱりこう頭にカーッとこう血が上っちゃうから、言わなくてもいいような言葉でポンと言っちゃうんです。そうすると一度出ちゃった言葉、引っ込みはつかないんですね。取り返しはつかないんです、ですからそこで一呼吸置くと、やっぱり怒りも3秒とこう昔から言いますから、静まるんですよ。例えば待てよ待てよ待てよでもいいし、ありがとうさんありがとうさんありがとうさんでもいいから、とにかく3回ぐらいこう言ってからあれすると、頭に上がりそうになった、血が腹に収まってくる。でメールもやっぱり書いてすぐ送っちゃうと、触るといっちゃうもんですから危険なんですよ。ですからそこはその時は必ず一呼吸を書いた方がいい。はい、私もイラッとした時はすぐに返信しないで、ちょっと一周してから帰ってきてから書くようにしてますね。はい。そしてこちらのヒント、人の事情の9割は他人事。例えばどなたかとお約束してて、相手の方がすごく遅れてこられたと、そうするとその人はそれ、すいません、電車が乗り継ぎが悪くてとか、やっぱりこう言い訳をこうしたくなるんですよね、はい、でもそれっていうのはもう一人の待ってた方からすれば他人事なんですよ。ですからそれよりもむしろ言い訳をするんではなくて、大変お待たせしちゃって申し訳ございませんって言ったら、以後気をつけますからこの場はって言ってこう謝ってしまった方が、すっとその場はいい空気が流れていい方向に進みますね。でもどうしてもなんか言い訳で したくなっちゃうんですよ。曹洞宗の教えの根幹である座禅。増野さんはいつでもどこでも気軽にできる椅子座禅を進めています。それはどういうものなのでしょうか。通常座禅というのはこう右足左足をこう組んで、結果不座あるいは半跏不座というのをやるんですけども、やっぱりお年を召した方であるとか、膝があまりこう良くない方であるとか、女性の方しにくいということがありますので、その椅子にかけて状態でも同じような心の状態にはできるんです。ですからそれを現代の方に取り入れていただくと、もっと身近にこの座禅ができるようになるんじゃないかと、それを椅子座禅と呼んでるんですけど、ね、なるほどなるほど。座禅にはそのどういった効果があるのかっていうところを教えていただきたいんですけど、そもそもですね、座禅は効果を考えないんですよ。効果を考えない。やっぱり心穏やかに自分自身と向き合うために座るんだって、もうただそれだけなんですよ。でもそれは結果的にですよ、例えば心が穏やかになるとか、脳内伝達物質のセロトニンがものすごくこうたくさん出るとか、アルファ波が出るとか、いっぱいもういいことはもう分かっちゃってるんですけどね。ここで椅子座禅の作法を教えていただきます。テレビの前の皆さんもぜひご一緒に。まずですね、じゃあ今腰掛けていただいていますけど、浅く腰掛けていただいて、で足はこれがこう直角になるぐらいのところです。あんまり前すぎてもいけないし、後ろすぎても直角になるぐらい、はい、そして少しこう足開いて、女性拳一つ分ぐらいがいいかもしれませんね、はい、そして昔でいうと下っ腹を突き出す、今でいうと骨盤を立てるんですね。骨盤立てる、はい、でグーってやるとこう体がこう背骨がこう S 字状になりますよね、なりますね、でその時にこの頭のてっぺん、このてっぺんと尾底骨が一直線上にこうなるようにするんですね。ちょっと前すぎるかもしれない。そして手も、右手の上に左手、指と指が重なるような状態ですね、押していただいて、でこの母指、親指と親指をこう軽くつけます、一種のバロメーターみたいなもんなんですよ。バロメーター、はい、
体に力が入っているとこれこう指がこうなります。あ、集中力が途切れるとこれがこうなります。あ、というか眠気が来ると必ずこうなっちゃいます。あ、はい、ですからこれも本当にね、分かりやすいんです。分かりやすいんです。で、まあ、ここにこう卵型のところで、まあ、この中にこう宇宙を感じていただくような感じになる、はい、そしてこう体をね左右陽振って言って、あのだんだんだん、まあ、振り子状に振っていただいてこう、だんだん振りを小さくしてて、自分がここがまっすぐだっていうところでピタッと飛びます、うん。そして、はい、ここで換気一足っていって、お腹の中の空気、いわゆる邪気ですね、はい、それを全部口から吐き出します、うん、吐き出しますよね。そして、まあ、それは1回あるいは2回でもいいんです。そして今度その後は鼻から吸っていただいてお腹に落とす、この丹田呼吸っていうんですけどね、まあ、聖火丹田っていうのはこの、まあ、あのおへそ下に、二寸五分って言うんですよ昔言うと。ですから75ミリぐらいのところ、おへその下ね、ここに空気を落としていわゆる気持ちを集中させるんです。うーん、それから今度は目の位置、角度45度なんですよ。あのなぜかと言いますと、私たちの情報というのは8割ぐらいが視覚情報なんですよ、うん、でそれを制限するためにこの下あの45度ですと半眼になるんですね。半分目を閉じて半分、開いてると全部閉じちゃうと眠くなっちゃうんですよ。あ、なるほど。ですから閉じないんですね。で半眼の状態、まあ、仏様と同じ眼差しになって、それでずっと今度は丹田呼吸を繰り返していく。で換気一足ってふーっとさっき思いっきり吐きましたよね、はい、そうすると吐き切ると自然にこう吸えるんですよ。でその時目パチクリパチクリしないのもうその時はもう全部こう45度でこう、はい、わかりました。じゃあやってみましょうか、はいはい、ありがとうございます。最初は5分、10分と短い時間から始めてください。丹田に意識を向けて、鼻から息を吸い、ゆっくりと吐き出す。この丹田呼吸を繰り返しながら、ただ静かに座ります。はい、それでは体を揺らして、緊張をほぐしてくださいませ、はい、今本当に短い時間でしたですけど、いかがですか？今まで聞こえなかったような本当に小さな音ですとか遠くの音がエアコンの音とか、エアコンの音ですとか聞こえますでしょ。すっごいよく聞こえます、聞こえますでしょ。今まで全く気にしたこともないような音が聞こえます。そうなんですよ、うん、本当は人間ってそのくらい全部こう神経が統一されて聞こえてるんですよ。ところが現代の世の中ってものすごいいろんなことがこう押し寄せてくるように、まあ、情報もそうですけど、はい、ありますから、みんな聞こえなくなっちゃってるんです。うーん、だからその能力が埋もれちゃってるんですね。確かにそうですね、ええ、だからそれをやっぱり回復させてあげるっていうことが、このこういう、まあ、負荷の強い高い社会で生き抜いていくときには絶対不可欠だと私は思ってるんです。うーん、ええ、だんだんとこう慣らしていきたいですね。ぜひぜひありがとうございます。ありがとうございます。